この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象も全て紛れもなく、貴君の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。以上のことに同意した者にのみこのゲームに参加する権利がある。確かに受けたまわった。今世界はあるべき姿にあらず、歪みに満ち、もはや破滅は免れない。定めに抗い変革を望む者、それは時にトリックスターとも呼ばれた。何時トリックスターよ、今こそこの世の歪みの深淵に立ち向かうがいい。すぐに始末する。そっちに向かってる。とにかく逃げて。
ようやくお別れできます。ジョーカー、そいつ、妙な反応の正体。仮を作ったままの自分とは今日でお別れです。行きますよ先輩。敵反応減ってるけど、あいつは、一緒に戦うの久しぶりですね。今度は私が先輩を助ける番です。さあ勝ちましょう。ペルソナいただいていく。これで全部ですかね。なんかもうよくわかんないけど、無事ってことでいいんだな。ってまずい、そっちに追ってきてる。すぐ逃げて。行ってください。その方が見つかりにくいですし、回答としてまだやることがあるんですよね。なら止めません。回答団じゃない私が口出しできることじゃありませんから。けど前に言った約束忘れないでくださいね。てかジョーカー早く逃げて。よし行くぞ。一匹じゃない、見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これはそういうことか。あの騒ぎじゃ下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ。逃げ場はないぞ。
とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法だのに期待してるのか？そこまでバカじゃないか。おかげで我々も精一杯働けるってわけだ。異謀に脅迫、名誉毀損、凶器準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？図に乗るなよ。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。そうか、サインは手がなきゃできないが、足くらいなくても俺は困らんぞ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。
礼。この先は。地検特捜部の新島です。検察、何の用です？いいから通して、緊急です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに新島再検事ですか。たった今、お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直、迷惑なんだよ。やれやれ、待機を言い渡したはずだがな。責任者の私が尋問も許可されないんですか。そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健闘を祈るよ。あまり期待はしてないがね。ああ、検事さん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。でも立件には持ち込めなかった。手口がわからなかったから。裁判に使えるかは問題じゃない。知る必要があるの。これは私の仕事なんだから。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ話しなさい、すべてをね。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです、このゲームに打ち勝ち、世界を救って。逆転の鍵は絆の記憶、仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して、あなたと世界の未来のために。本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for using this line. このガキ、訴えて
ことか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ？あんた本当にオカルト話好きだよね。感じはしてるんですけれども。明日の課題超難しい。みたいだな。そうだ、さくらさんってこの時間は店にいるんだった。でもルブランは裏路地だし、他の配送が先かな。この近くの荷物は？そうですからね、公共の交通機関なのに。これじゃ市民は安心して暮らせませんよ。怖えな。どうなってんのかしら。この前もあったじゃない。ねえ、たては真珠の養殖に使う貝の名前と、あ、そうか、今日って言ってたな。ごちそうさん、お代置いとくよ。毎度。この店は裏路地だし、車突っ込んだりはしなさそうだね。突っ込む？いや、変な暴走事故続いてるじゃない。この辺でも起きなきゃいいなってね。興味ないな。
また来るよ。コーヒー一杯で4時間かよ。お前が。ふん。桜総次郎だ。1年間お前を預かることになってる。どんな悪ガキが来るかと思ったら、お前がね。聞いてるか。うちの客とお前の親が知り合いで。いいか、ついてこい。お前の部屋だ。寝床のシーツくらいはくれてやるよ。ん？何か言いたそうだな。あとは自分で片付けろ。店閉めたら俺は引き上げる。夜は一人になるが、悪さすんなよ。騒いだら放り出すぞ。さてと、一応事情は聞いてるよ。確か男に言い寄られてる女をかばったら、男が怪我して訴えられただっけか。大人相手に余計なことをするからだ。怪我させたのは事実なんだろ。で、前歴がついたお前は晴れて地元の高校を退学処分。裁判所の指導で転校転居を迫られ、両親もそれを承諾と。要は厄介払いされてここへ来たわけだ。余計なことは言うなよ。これでも客商売だからな。向こう一年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。問題起こせば少年院送りだぞ。明日囚人に行くからな。囚人学園高校、てめえで通う学校だろうがよ。先生方に挨拶参りだ。おめえみたいなのが編入できるとこそうそうねえんだからな。せっかくの日曜だってのによ。ああ、届いたお前の荷物置いといたからな。バタバタしてると思ったら、本当に掃除してたのか。ちょっとはマシになったな。まあ自分の部屋なんだし、当たり前のことなんだけどな。どうせやることねえだろ。さっさと寝ちまえよ。俺も店を閉めて上がるからよ。夜更かしして体調崩しても面倒見ねえからな。
手にもされないだろう。やめて。誰か通報しやがった。車に乗れ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。おい、何見てんだ。向こうに行け。見せもんじゃねえんだ。伏せろガキ。見ろ、お前がトロイからだ。車に乗れ。ようこそ、私のベルベットルームへ。気づいたようだな、囚人。現実のあなたは今は睡眠中。これは夢としての体験に過ぎません。主の御前だ、姿勢を正せ。ようこそ、お初にお目にかかる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない、お前の命にも関わる大切な話をするためだ。しかしこれは驚いた。この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは。お前はまさしく運命の囚われ。近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。文字通り全ての終わりのことだ。しかし抗う術がないわけではない。更生するのだ。自由への更生。それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。
お前の更生の奇跡拝見させてもらうとしよう。ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ、共に監修を務めている。せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務、私たちもまた協力者です。ただしあなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて、夜も更けてきたようだ。時期刻限、ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。ちゃんと起きてるみたいだな。んじゃ天候の挨拶しに行くか。お前の行く学校があるのは都内の青山ってとこだ。こっから電車で行くと結構かかるし、乗り換えもめんどくせえし、今日は特別に俺の車で連れてってやるよ。行くぞ。ったく、俺の車に男を乗せる座席はねえんだがな。おとなしくしとけよ。お前がどうなろうと知ったこっちゃねえけどよ、俺に迷惑だけはかけるな。改めて伝えておくが、問題を起こせば即退学処分だ。正直君のような人間を受け入れるか迷ったんだが、まあいろいろと都合があってな。地元じゃ隠れていろいろやれたのかもしれないが、ここではおとなしくしてもらう。うちを追い出されたら行く場所はないぞ。肝に銘じておけ。こちらが担任の川上先生だ。川上貞代です。これ学生証。校則よく読んでおきなさい。少しでも違反したら指導室よ。それから君が問題を起こしても私は一切かばえません。そういう約束ですよね、校長先生。うん、全ては彼の責任だ。でも本当にどうして私が。他に適任がいたはずですけど。急な転校でね、空きがあったのが君のクラスしか。説明終わったならもういいですかね。店開けてきてるもんで。さくらさん、注意して見ていてくださいよ。外でトラブル起こさないように。ま、自分がどんな立場かはきつく言って聞かせますよ。明日登校したら職員室に来なさい。教室まで案内するから。完全に厄介者だな、お前。前があるってな、ああいうことだ。住む場所が変わったって、やったことはなくならないってこった。というか、今度退学になったら、うちからも追い出すぞ。しかし、学校ってな、今も昔も変わり映えしねえな。帰るぞ。大変ですね。前歴者を押し付けられるなんて。男の先生の方が適任ですよ。なんであんなの編入させたんですかね。さあ、校長のご判断ですから。学園の実績のためって聞きましたけど。
実績なら私のバレー部が十分貢献してると思いますがね。本当ですよ。気をつけてくださいね。もっともあんな生徒、何かあったら追い出しますがね。いっそ不登校で来ないでくれたらなんて考えちゃいますよ。まあ教師の言うべきことじゃないですが。では私は練習に戻らないと。大会近いですもんね。周りの期待が大きすぎるってのも考えものですよ。陸上部の分まで頑張らないと。まあそうですね。なんで私のクラスなの？全然すまねえ。明日から電車に乗って行けよ。どうだった学校、やってけそうか？状況分かってんのかね。しかし一度退学食らったのに他へ入り直すとはな。どうせ誰も親身に構っちゃくれないのに。学校であの調子じゃこの先俺もなんか言われちまうかもしれねえな。めんどくせえの預かっちまったぜ。頼まれてなんとなく承諾しちまったんだよな。金だってもらっちまってたし。繰り返しお伝えします。地下鉄ホームで起きた脱線事故の影響で周辺ダイヤに大幅な遅れが。また事故かよ。混んでんのそれのせいか。多いな最近。そういや先月に大きな交通事故があったな。お前がこっち来る前の話。亡くなった子15歳だったっけか。親御さんさぞかし。この事故に伴い渋谷駅周辺に交通規制が敷かれ、渋滞に拍車がかかることが予想されます。勘弁してくれよ。まもなく1番線に下り方面行き普通電車が参ります。黄色い線車両異常を確認中です。入構確認まだです。これは事故直後の映像です。警察によると運転士は負傷したものの命に別状はなく、調べに対しなぜ過剰にスピードを出したのか自分でもわからないなどと答えており、詳しい動機の解明が急がれます。運転事故というより会社と国の罪だな。現場係は線路と ATC の劣化を半年も前に報告していたそうだ。それを会社が隠蔽、国交省も故意に見逃した節がある。隠し通せんよ。大臣の進退まで行くだろう。そこで今日の特集です。今回の脱線事故も含め最近動機不明の不自然な事件が相次ぎ、各地で市民に不安が広がっています。一体何が彼らを駆り立て豹変させるのでしょうか。 SNN ではつながりがあるとでも言いたそうだな。まあいい。どうだ久しぶりに一杯付き合わんか。すみません仕事で先約が。失礼します。呼びました？事件ですか？まだよ。意見も聞きたいだけ。まああなたの見立ては大抵当たりですよね。
話、寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こき使ってるわけだし。回るやつね。やれやれ、あんなに渋滞するとはな。ひどい目にあったぜ。今日は店どうするかな。まあいい、とりあえず上がれ。私特問がある。ひでえ事故だな。80人も巻き込んだのかよ。日記帳だ、つけとけ。保護観察中だって。別に行動に特別な制限はない。法律守れってこと以外はな。ただし俺には報告の義務がある。日々の記録だけはつけてもらう。よ、どうした。今から出るよ。大丈夫だって、すぐ行くからさ。じゃあ後でな。じゃあ帰るわ。閉めとくから後は好きにしろ。ああ、店の中荒らすなよ。何かなくなったら突き出すからな。明日から学校だ。さっさと寝ろよ。
構行く気はあるらしいな。まあ飯くらいくれてやる。客が来る前に済ませろよ。なんだその顔は。いいから食え。そろそろ行った方がいいだろ。意外と礼儀はなってるな。さっさと行け。迷うと遅刻するぞ。忘れんなよ。とっとと行け。迷うと遅刻するぞ、田舎者。参ったな。雨なんて言ってたっけ。ん、降ってんの。急にだよ。春先はこれだから。そういや傘持ってったのか。何、誰の話。別に。ご注文は。ブレンドちょうだい。昨日の地下鉄事故の影響を受け、現在も各線で大幅なダイヤの乱れが続いています。最近物騒な事故が続くよね。ほらそのニュースで言ってる地下鉄の事故さ、同僚が巻き込まれて入院しちまってね。っていうかちょっと不気味だよね。事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。へえ。やべ、降ってきた。早めに家出
学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。ああ。くそ、変態教師が。変態教師。鴨志田にチクる気か。は？今の車だよ。鴨志田だったろ。好き放題しやがって。お城の王様かよ。そう思わねえか。いや、だからつうかよ、鴨志田知らねえとかマジで言ってっか。お前囚人だよな。舐めてんのか。囚人学園だろ、その制服。2年か。タメかよ。見ねえ顔だな。もしかして転校生か。じゃあ知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。止まいて。帰りて。あの日、大きな地下鉄事故があったわね。覚えてるでしょ。巷で精神暴走事件なんて呼ばれてる騒ぎ、知ってるわね。他人事って口ぶりね。ニュースでも取り上げられたし、犠牲者には君の高校の保護者もいた。耳に入ってきたはずよ。あの日、君はまだ単なる学生だったの？質問を変えましょう。転入先は囚人学園だったわよね。都内じゃどこにでもある平凡な進学校、そのはずだった。あの頃一体何があったの？正直に全てを話しなさい。間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ。中入って聞くしかねえか。おかしいな、学校が。いや、学校のはず。県外？どこ来ちまったんだ。看板、学校のだったよな。だろ？お前も見たよな。
ビらせんなよ。誰だお前、生徒なのか。つーか、格好すげえな。鎧本物か。黙ってねえで何とか言えよお前。おい、なんだよ。だから俺もわかんねえよ。こいつら、やべえ。落ち着けって、タイム。逃げるぞ。こいつらはやべえ、行け。くそ、おい、なんなんだよこいつら。いって、俺んだろうが。何してくれんだよ。なあ、連れて行け。大丈夫か。そうか。どうやら夢ってわけじゃねえようだな。くそ、何なんだこれ。おい、出しやがれ。誰かいんだろ。くそ、どこだここ。なんかのセットか。なんだ今のは。おい、なんかヤバくねえか。決まった。罪状は不法侵入である。よって死刑に処す。はあ、俺様の城で勝っては許されない。まさか鴨志田か。ただのコソ泥と思ったら、坂本、貴様だったとはな。また逆らうつもりか。貴様、ちっとも反省してないな。え？一人じゃどうにもならんと、今度は仲間を引き連れてきたのか。お前ふざけんなよ。王に向かってその口の利き方は何だ。貴様、自分の立場が分かってないようだな。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。処刑だ、連れ出せ。やめろ。くそ、付き合ってられっか。逃げんぞ。いったー。いいから逃げろ。こいつらマジだぞ。ほう、貴様逃げるのか。ずいぶん薄情な仲間だな。仲間じゃねえ。ほら、早く行け。どうした、おじけづいて逃げられないか。取るに足らない小虫が。
俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。そうね、クズだ、ごめん、死ね。さっきまでの威勢はどうした。このゲロ殴る価値もない。今殺してやる。ん？お前、俺様が誰かわからないのか。腹立たしい目をしよって。抑えてろ。あいつを殺したらすぐに殺す。やめろ、死にたくねえ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかし、この声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした？見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それとも、あれは間違っていたのか。よかれ、カフ、聞き届けたい。契約だ。我の命、汝は終わり。己が信じた正義のためにあまねく冒涜を顧みぬ者よ。その怒りを我が名と共に解き放て。たとえ地獄に繋がれようと、全てを己で見定める強き意志の力を。殺せ。そんなに殺されたいか。いいだろう。破る力を与えてやってもいい。よかろう。貴様、何者だ。我が英兵よ、そいつからやってしまえ。こいつらの真の力、思い知れ。お前のものを。
やり方は任せず自由に暴れてやる。来い、いただいていく。ミスとバケだけだ。この力があれば。今の何なんだ一体。やったぜ、畜生！これか！かかった！貴様ら！なあ、何なんだよ今の！それに、お前の格好は…お、戻った！うわあ！意味わかんねえ。とにかく逃げんぞ。先に行け。ほら、おのれ毒目だ。おい、絶対に逃がすな。ふざけるな。ああ、よっしゃ。マジか。よっしゃ。おいおい、こんなとこ渡れんのか。でも他に行けるとこもないか。よし、一気に渡っちまおうぜ。おっと、くそ。
お前ら城の兵士じゃねえな。こっから出してくれ。ほらそこに鍵あるだろ。外出てえのはこっちなんだよ。てかお前どう見たって敵だろ。捕まってんのに敵なわけないだろ。助けてくれよ。信じてくれよ。もう来やがった。くそ、圏外だ。外と連絡つかねえのかよ。一体どっから出れんだよ。おいお前ら、出口が知りたいのか。出してくれれば案内するぞ。捕まって処刑は嫌だろう。我が輩に二言はない。どうも調子いいなこいつ。二人だけで出られるってんなら好きにしろよ。どうするよ。マジなんだろうな。早くしないと捕まるぞ。仕方ねえ。うわっ、シャバの空気はうまいぜ。出口はどこなんだよ、化け猫。猫っていうな。我が輩はモルガナだ。うっせ、早くしろ。また閉じ込めんぞ。お、分かってるよ。ついてこい。静かにだぞ。もう4限じゃない。さくらさんは家出たって言ってるし、警察に連絡した方が。あ、いや、そんなの余計面倒なことになるし。はあ、ほんと厄介なこと押し付けられちゃったな。しゃあね、ついて行ってみっか。何やってんだ。決まってるだろ、橋を下ろすんだよ。クセッケのお前、金髪より飲み込みが早そうだ。ちょっとこの像を調べてみろ。口のところだ。こんなわかるかよ素人め。さっさと行くぞ。けうわあ、やべ、来た。飛んだ素人め、じっとしてろ。おいお前、戦えるんだろ。やるぞ。来い。お前もそれ出んのかよ。速やかに黙らせてやる。シャドウめ、迎撃態勢に入りやがったな。我が輩たちを殺すために本気を出してきたってことだぜ。支援してやるから死ぬ気で戦え。行くぞ。ヘルスだ。そこか。やっぱり素人だな。戦いってのはこうやるんだよ。弱点に攻撃して敵をこかす。その隙をついてさらに動く。基本中の基本だ、覚えとけ。ほら、さっさと突破するぞ。行くぞ。本気だ。
前進だ。その力で目的達成だ。お？よし、いいか、ちょっと待った、これこいつの格好どっかで見た気が。頭がパニックって出てこねえ。行くぞ。待てって、何なんだ、早くしろ。こいつら確か他人の心配してる状況かよ。それにそいつらは見つけたぞ。言わんこっちゃねえ。お前がブレないやつで助かるぜ。あっちもやる気みてえだな。ペルソナ！そこか！ペルソナ！うまい！が来る前に逃げるぞ。待てって、こいつらこんなもんじゃ。お前本当に何も分かってないんだな。いや、説明してる暇はないか。おい、我が輩は行くぞ。ついてこないなら好きにしな。分かったよ、畜生。こっちだ。いたぞ。やっとか、助かった。あかね、てめえ騙しやがったのか。慌てんな、こっちだ。ま、待てよ、おい。どっから出んだ、窓もねえぞ。これだから素人は、こんなの基本中の基本だぞ。その通り、お前やはり筋がいいな。外までちゃんと通じてるぜ。なるほど、ってことはあのハマってる網を。せーの、あっ、えっ、やべ、敵に聞こえてねえよな。やっとだぜ、マジ。喜ぶのは出てからにしておけ。さあ行けよ。行けよってお前は。我が輩はまだやることがあるからな。ここでお別れだ。ふっ、律儀なやつだな。気をつけて行けよ。あいつら使えそうだな。我が輩の見立てが確かなら、あのクセッケの方は特にな。
だ。ホームに帰還しました。お疲れ様でした。あ、帰還しました。逃げ切れたってことか。もう何が何だかよ。何だったんだよあれ。城とか鴨志田とか妙な猫とかどうなってんだよ。でかい声だな。お前ら囚人の生徒か、サボりか。あ、違うって。学校行こうとしたら変な城で。なんだ。おい、カバン出せ。おかしなもんやってないだろうな。なんでそうなんだよ。君は友達か。だったら学校に行きたまえ。彼を連れてね。だから俺だってわけわかんねえんだって。囚人の前なら通ってきたよ。おかしなところはなかった。それ以上デタラメを言う気なら学校に連絡するぞ。お前からもなんか言えよ。いや、そうじゃねえだろ。ま、待てよ。マジかこいつ。行きゃいいんだろ。国交省が辞任表明。これで新島さえ。そういえば彼女、今は泳がせておくか。マジかよ。同じ道来たはずだろ。どうなってやがんだ。どうなってんだはこっちのセリフだ。歩道の連絡あったぞ。あの警官結局作ったんかよ。お前が一人じゃないとは珍しいな。こんな時間までどこほっつき歩いてた。城。まともに答える気ないわけか。城がどうしたって。鴨志田。のんきだな坂本。陸上の朝練やってたこととは大違いだ。うっせえてめえが。鴨志田先生になんて口聞いてんだ。お前なもう後ないんだぞ。向こうが煽ってきたんだろうが。本当に退学になりたいのか。とにかく事情聞くからな。来い。はぁ、ふざけんな。私も配慮が足りませんでしたし、ここは寮生媒ってことで。え、いや、まあ、鴨志田先生がおっしゃるなら。とにかく来なさい。大遅刻は事実だ。わかったよ。ところで、例の転校生ってのはお前だな。どこかで会ったか。そうか、思い出したぞ。まあ今日だけは多めに見てやる。校長から聞いていると思うが、問題を起こしたら退学だからな。まあいい、早く職員室へ行け。川上先生も待ちくたびれてるだろう。新しい学校生活、せいぜい楽しめよ。学校が古城に？喋る猫？まさか過剰投与で幻覚が見えてるの。ふざけてるなら承知しないわよ。話を進めさせてもらうわ。
怪盗からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育顧問の鴨志田卓。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた許されざる犯罪だった。自供の裏も取れたわ。でも転入したての君には因縁なんてなかったはず。なぜ狙ったの？それは通らないわね。もう一度よく思い出しなさい。